CSKA モスクワ。よろしくお願いします。ありがとうございます。左の方にね、お願いいたします。はい、はい、はい、では対戦印象議会。印象議会。前を向きます。右手の方にお願いします。はい。予想ですね。あ、そうですね。今回現在がないの自己紹介に行ってください。はい、じゃあ左の方お願いします。はい、チェスカモスクは95年ヤギ座の A、 頑張りましょうです。よろしくお願いします。はい、チェスカモスクはの加藤重です。加藤重だけに頑張りましょう。チェスカモスクは純情舞です。乙女座100歳、かっこいい美声が好きです。チェスカモスクは、所属人日曜日です。2001年3月10日生まれ、サンキューで覚えてください。よろしくお願いします。昭和49年ちょっと人事は苦手ですけど。臨時大喜利会の音楽 Z ですけど、今日はあの午前中コミティアに行って、そこにいるあの前々回優勝チーム白身大喜利のすまみさんと会いまして、はい、絶対に優勝してくれよな、頼むよと声援を受けたので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいぞこのチーム、臨時大喜利会強そうです。お願いします。ちょっと絵描けんよーでお話見るがいいです。はい、こ神保山です。こってよりテンションが低い。カラワキです。行き過ぎ。じゃあ行きます。こちら、普通のおばさんになりたくなくて発言などの個性に気を配っているおばさん。ああ、いいですね。チェスカ、石取り調味、偽世界純情、純情米。人情委員会、空巻き、千代園ルル、ミルガイ。さあ、これは、1回戦ラストの。ではスタートです。あのおばさんにね、こんなこと思ってほしくないですけどね。いや、その気遣ってほしくない、普通になりたくないというところにね、差をつけるわ。カナさん、あの最近ビール飲んでないのよ、大丈夫かしら。知らない。はい、西関さん。はい、はい、私、おば様といたしましては。はい、ミルガイさん。死ぬ時にエプロンをキッチンに置いた。死んだらもう関係ないだろ、そんな。人に違う。朝ごはんに目玉焼き出したっていいじゃない、私初見食べて言ってるじゃない。期待しないです。はい、カラバさん。昨日は繁華街の中におばさんが消えたの。順調前さん。あ、ねえ見て、あの雲、虹みたい。どこがじゃ。
白園だ。あら、何かしら、この穴、おばさん知らない穴ね。海へと、あ、海が飛び出ちゃった。怖くない。やつめだ、やつめだよ。出てくるおばさんいいんですよ。あれ小さいもん、あれ女の子だから刺激になる。はい、宇宙関根さん。私、10年前からブルーベリーには期待しない。一緒に一緒に。いやもう本当ね、私のグフがね。やばいよ。カラマさん。でも大学にもいろいろ処理があるね。フォーミスです。ちょっと。今止まり方してるんだ。ユルカイさん。なかった、なかった。はい、レアママ。貴重な。順調前さん。団地の一つまたちの間で、団地の人妻たちの間で、マルチーズとかチワワとかペットの話題になってる時に、あ、私は家でモグラなのに普段土に埋まってるけど悪魔の翼が生えているデギルモグラちゃんを飼っているのっつって全員から無視されてる。本当に可愛いキャラクターだったし。平野見せてみさん。聞いて、私が骨を流そうと。はい、面白、まだまだキュート、おばさんね、OMMC 姉貴なの。カラマキさんね。でも私たちお互い研鑽の日々よね。はい、偽関根さん。盲腸の手術を3度したことがある。1回で終わるって盲腸手術は。はい、順調おばさん。あら、工事現場、私工事現場大好きなのよねって言って、お、おばさん危ない、今日巨大ドリルが、おばさん。このスーパーは違う、このスーパーも違うと言って県内で。どこにいや、どこ行っても変わんないよ、そのスーパー。どうもすぐ聞いたとこですね。あ、カルさん、なんか会話の BPM 上がってない？気にしたことないよ。盛り上がってんだから見てさすなよ。はい、清園さん。おばさんね、若い頃にね、こんな話にするもんじゃないんだけどね、プレパーアウトとエッチしたことあるの。いいかですか、ね、挟まるところが一応あるのか。はい、では残り1分でお願いします。はい、はい、じゃあ順序萌えさん。キャラ弁で水星の魔女スレッタマーク。何を見ずに書いたりしてはお前。残り1です、はい、残り10秒です、もう。はい、9、4、3、はい、決まったんで、じゃあ千代園さんですね。あなた知ってる？トラドルって女性が書いたのよ。そうだけど、必要じゃない。はい、いきましょう。チェスカ・モスクワメロス。一気を見ていただければ、勝者チェスカ・モスクワ。チェスカ・モスクワ。さあ、次の2問目いきましょう。一つの物事への興味や集中が3分しか持たなくなる奇病、ウルトラマン症候群になって特に大変だったこと。チェスカ加藤中、頑張りましょう。はい、印象委員会、おがくず Z。 はい、おはようございます。では、こちらの問題で4分間スタートです。まあ、2対1、なんか名前は難しい症状とかねありそうですね。中止力どうかな。3分間確実に集中はどうか、脅威もね、3分間。確かにね、これは珍しいか。まあまあ、はい、頑張りましょうさ。ファスト映画の内容が思い出せない。見ないでください。まあ普通の映画は絶対無理だからな。ファスト映画ならと思ったんです。はい、30秒経過。はい、はい、おかくず Z さん。なんで
この病気がウルトラマン症候群って言われてるんだろうと思って元ネタ確認しようと思って、もう冒頭3分間しか見れなくて、ウルトラマンの変な服の人らがピコピコした部屋で世間話してるドラマ。もうそれやめちゃうから。加藤純さん、あのアニメ推しの子第1話を即切りしてしまう。見れるわけないからね。はい、残り3分。普通のアニメ無理だからね。30分でもダメだから。僕はアニメも見れないから。推しの子1時間ちょっとかな、見てないけど。はい、頑張りましょう。心なしか高めのカップ麺だけいつも硬い。5分とかのやつはね、ちょっとかかってかかります。おかずZさん。いやー、やっぱグラップラーバッジが1ページあたりのコマ数が少ないから3分以内にサクサク読めてやっぱ楽しいな。相撲編からのバキは病気以前に興味がないバキはダラダラダラ続いてますからね。残り2分。対策として本家を見習ってタイマーつけてたら鳴って以降は何してもいいと思われている。ということではないですね。はい、おがくずと、はい、あーやばい、3分だけパチンコしようと思ったのにめちゃめちゃまた入っちゃって、絶対これ3分以上か、あーうん、で切ってくれ、3分以内に全部で切ってくれ、あーうん、うん、お返ししてもらいます、お願い、お願い、お願い、なんだこのうるちゃいとこは。残り1分、加藤中さん、え、このお題、残り1分ですか、あ、帰ります。残り30秒、頑張りました。なんかよくこの病気の話をすると、なんかでもガイアにはなってからモードもあってって話を15分ぐらいされることがあります。普通の人でも聞かないよそんなに。おかず、おかずZさん、マジックタイムでいい答え出るかな。無理なんじゃない。もう他人事になってんじゃん。参加してる自分が参加してんのに。ガトリオさん、あのチャージマンケンでも尺足らずって。はい、残り1等です。はい、オワクゼットさん、やっぱ集中力が3分しか持たないんで、なんかやっぱり主食カップ麺になるんで、コンビニでカップ麺買ってでお湯入れて、いや3分経って食べるっていう行動に切り替えば絶対に集中できるから、これ3分絶対大丈夫だ、絶対大丈夫だと思ったら、どん兵衛買ってて、あこれ5分だからどうすんだどうすんだって思って、で2分ほっとして、あれなんかぶよぶよのどん兵衛できてる、まあちょっと食べるかな、いや美味しいなと思ったらバナナ。何で当たらないんですか。リンゴを見て何を思うかのね、頭のいい人悪い人ね、5、6年前ですよ。いやでもね、加藤純さん、いやだから僕はウルトラマン症候群じゃなくてウルトラマン太郎症候群なんですよ。いやだから僕はウルトラマン太郎症候群で、これだけ10分間視聴。ウルトラマン太郎ちょっと長いんですかね、3分20秒とかだったんですよ。はい、はい、いきます。
かモスクワが良かったんです。20はいかな。はい、次の話題こちら。本目、可愛い義理の妹が手料理を作ってくれて何やかんやって言われて、僕は飲みすぎるかな。チェスカモスクは、順調前頑張りましょう。人情を見るかで血を染まるオガクゼット人望やいま。無理やりですか。はい、ではこちら4分間スタート。無駄な分いらないです。これはもう大体そこそこ前には作ってたものなんですけど、ここだなと私もこのカードね、確かに人選ぶのないですからね。制作品をオーダーにしたときたぶんまだないです。ないですね。確かにアニメとかじゃなくて、ね、音声ね、まあ、ありがちな設定ですけどね。はい、頑張りましょう。滝沢カレンのレシピ解説。料理はいいですよ。滝沢カレンの声だって思っちゃうしな。おまかせZさん。あれ、お兄ちゃんのここ、こんなに硬くなって、ゴリラがエアゴミしてる親父にもぶたれたことないのに。ごめん、ファイナルレッサーのツイッター閉じるね。Ha ha ha!
やっぱこれが1回戦最後の試合で良かったですよ。大丈夫ですかね、残りの。はい、純情舞さん。妹の耳がでっかくて。あと10秒。はい、おがくずとさん。これがすごい、ギャラクシーズン真っ暗にギャラクシーズン、これがすごい。そう状態のものがない気づかない。はい、ではいきます。チェスカモスカがいます。これはこの話題で人工エアがずっと止まってるのがかなり面白いです。止まるんかいい。では次、第4問目。ここで8割以上の票を臨時応援会が取り付けられます。はい、あなたの大嫌いな人がコンタクト率を落として地に這いつくなっています。どうしましょう。どうしましょう。はい、加藤潤、二世紀に純情、石戸日曜日 VS 見る会金巻人望刃。さあ、3人とどの状況か。もうよっぽど制圧しないとね、うん、では4分間スタート。なんとかこれを成功したものに試していないか。この8割は本当に難しいです。そう、ね、今まで1回だけしか持ったことがない。うん、じゃあ伊勢関根さんが使ってくださいと言ってポケットティッシュを渡す。そうじゃない。まあまあまあちょっと役立つけど。残り30秒経過。本当にね、好きだらけですから。まあそうですね、本当に違う。え、からまつさん。頭を蹴って、ひるんだところを首をひねって。徹底的に。加藤潤さん。落石の刑。三六州しか出てこないことなんて。はい、ジンボヤバさん。車で走ってるときにこうやって窓から手出しておっぱい揉んでるみたいな感覚になるって この状態で これで上を通り過ぎる。分かんないよ。カラボクさん背中からない。ストレートに行き過ぎだ。一緒に一緒にネズミ花火を始めた。自分が分かっちゃうよ。さっき上の西田先生。こういう這いつくばり方もあるんだ。加藤潤。連環の刑。それがどういう刑。これ多分この場で使いやすじゃないでしょ。船を腐って縛りつく。すいません、参考そんなに詳しくなくて申し訳ないです。ありがとうございます。はい、ではミルバイさん。お兄ちゃん、くっさコンタクトレンズの匂いがするなりね。ステップムなんでコロスケだったんだよ。一度に一度先に見つけて捨てた。あ、まあ、相手も悪いかもしれない。伊勢関根さん。あ、コンタクトなら向こうの眼科で売ってましたよ。名前つけないから話をしてるんだよ。今だ。ミルカさん、ションベンを撒き散らす。いいのか、そんなの。このところ一件だけでそんなに大当たり。荒牧さん、首でロープを締めて耳枠に詰める。攻撃性が高いんだ。加藤潤さん、押し入りアルキーでウィンドウショッピング、おねだり豊かを連れてくる。一番地面を届けるからね。はい、伊勢関根さん、これ使ってください。みるみる視力が良くなるみたいな。長い時間がかかるんだよ、読めないし。残り1分。さあ、これで決まるかどうか。はい、加藤潤さん。ポチャン。うん、
心地よし、ユンボダンプを連れてくる。これはなんて言うんだよ、唐巻さん。コンタクトレンズの笑いを始める。はい、一緒にしようぜ。大丈夫ですか、手伝いましょうかとだけ言った。本当には手伝いはしないんだ。優先席で順番さん。ちょうどいい機会なので嫌いですと伝える。人望やいば、あ、めっちゃ見えるわって言いながら、その小さくしてつまんなくしたリゼロを読む。つまんなくはならないんだよ、別に小さくしても変わんないです。ニセセキネさんに言って残り1個ですね、はい、じゃあニセセキネさん、この場所にタクシーを乗る。じゃあここでどうですかね。まず一つ見てください。スタモストが切れ切るか。あ、でもありました。原巻さん。はい。船で引く。海の上なんだ。あ、変わったんで。じゃあ見せてみてください。グラウンドを整備する。はい、はい、確実に潰そうとしてる。はい、じゃあ行きます。チェスカモスクワガイモスクワガイモスクワガイモスクワ勝者チェスカモスクワ。はい、ということで順調まさんで戦術兵器が出ちゃった。はい、ということで